さあ、それでは次のゲームに参りましょう。今度は男子チームが騙す側、女子チームが見破る側です。では男性チームはカードをお引きください。渡されるんじゃないよね。それでは、女子チーム一つ目のピンクの質問をお願いします。じゃあ実際に言ったことのある告白のセリフは？かわいい。なんで？なんで？なんで笑うんですか？ちょっと待ってよ。ピンクでもなんでもないじゃないですか。真っ白。これがちょうどいいんですよ。あんたの友達。これがちょうどいいんです。わかりましたか？それ気合うわ。私もそういうの気合うけど、もうマジで君ら二人と飲みたないわ。なんで？楽しい、楽しいですよ。楽しいですよ。なんで？なんで？YouTube で見られるのはここまでです。アベマならニューヨーク恋愛市場を最初から最後まで存分にお楽しみいただけます。動画の続きはここをクリック。